南極点を中心とした地図ハード島とマクドナルド諸島はインド洋に浮かぶ無人島である。1947年以降オーストラリア領。1997年からはユネスコの世界遺産に登録された。パースの南西約4 1 0 0トルケルゲレン諸島の南東約4 5 0トルに位置する。ハード島は香料として 起伏が多いのが特徴で、ビッグベンマッシフにある2745メートルのモーソンピークなどに代表される。マクドナルド諸島は比較的小さく岩でできているのが特徴である。それらすべての面積は412平方キロメートルである。港はない。諸島全体はオーストラリアの領土で、オーストラリア環境と遺産省のオーストラリア南極局が管理している。 島は環境保護のために保護され、研究者のみに公開されている、厳正保護地域である。島での経済活動は皆無であるが、国コードが与えられ、インターネットのトップレベルドメインも、HM というものが与えられている。ハード島とマクドナルド諸島は、1833年11月27日に、アザラ資料で航行していた。 イギリス人のキャプテンピーター・ケンプが海域で島を見つけたのが初めとも言われる。これが正しければ、これが最初の人間によるこの島の認識である。ピーターはケルゲレン諸島から南極への航海中、方位磁石でこの諸島を確認、その後島に降り立ったと言われている。しかし、現在では1830年代諸島のこの海域での諸島の発見は、 疑わしいと考えられている。後には、オリエンタル号のキャプテン・ジョン・ハードが1853年11月25日、島を確認した。彼は1ヶ月後にこの島の発見を発表し、キャプテン・ジョン・ハードの発見した島は、ハード島と呼ばれるようになった。一方、1854年1月4日には、サマラン号のキャプテン・ウィリアム・マクドナルドもこの海域で、 別の諸島を発見、これも彼の名前にちなみ、マクドナルド諸島と呼ばれた。しかし、ハードもマクドナルドもこの諸島に降り立つことはなかった。初めてこの島に降り立ったのは1855年2月、コリンシアン号のキャプテンエラスムスダーウィン・ロジャーズである。その後、アザラシの油を取るために、アメリカ人がここへ住み着くようになったが、1880年までには、 アザラシの油を取ることはなくなったこの間10万バレルものアザラシの油が生産されたこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された ABA ディスクリプションオブチハードアイランドマクドナルドアイランズマリーンリザーブハードアイランドマクドナルドアイランズマリーンリザーブマネージメントプランオーストラリアアンタークティックディビジョン キーオン ABC History Discovery Hard Island MacDonald Islands Department of the Environment Water Heritage and the Arts Australian Antarctic Division Hard History 19th Century Sealing Hard Island MacDonald Islands Department of the Environment Water Heritage and the Arts Australian Antarctic Division ありがとうございます。